やっとこうサッカーの日常が戻ってきたなという感じですね。やっぱいい雰囲気の中でプレーができる、まあ、観戦ができる、まあ、いいことだと思いますね。今前半スタート、まずは湘南ボール、湘南がつなぎます。中野、縦のボールタッチを割っています。広げて右サイド、ここに中川、中川カットイン、松木、縦に持ち出して松木のシュート、こぼれている、中川、FC 東京先制です。前半の30分決めたのは中川、ゴール前のこぼれ球をしっかりと仕留めました。中川は今シーズン2ゴール目ですね。うまく中川落ち着いてですね、決めたと思いますね。今の中川のパスに対してセーブしましたけども、少しね集中変えてましたからね、そこのところ。いやー、よく触りましたね。最後は杉岡、はい、中野ですよね。中野も思ったようにこう自家し脇バトミー松野奪った FC 東京です。さて渡辺からディエゴ・オリベイラ、オフサイド、フラッグが上がっています。から FC 東京一つ剥がそうとします。ただ戻すと、さあ奪った湘南、町野縦パス折り返し、タリックが来た、湘南逆転、59分、タリックのゴール、タリックは今シーズン初ゴール。いやー、見事ですね、今のプレー全て見事ですね、守備のとこからですね。これワンタッチでワンタッチですからね、ラストパスフィニッシュまでね、ちょっと FC 東京としては対応しきれないですね。まあ、今のワンプレーでちょっと流れが変わるといいですね、 FC 東京としてはね。湘南はゾーンで守って、さあリスタート、松木からアダイウトン、クロスボール、ヘディングシュート、決まった、エンリケ・プーチザン同点です。 FC 東京セットプレーから同点に追いつきました。エンリケ・プーチザンは今シーズンリーグ戦は初ゴール。頭一つどころか胸ぐらいまで出てました。ここでタイムアップ、すごい試合でした。2対2ドローゲーム。